初めてのマイペース行動。何おい、最低だな、ドコムス。ドコムス最低かよ。ブチギレてんじゃん。うわ、めちゃくちゃ保つじゃん。ニッコニコかわいい。あ、なんか落ちてるよ。バナ、さすが保つ。バナナを拾っていく。いいね。美味しいもの食べたい。まだいけるでしょ。ドコムス待って。お、バナナを取り出した。半分あげる。優しいかよ。保つ、優しいよな。あ、なんか有効度が上がった。はいはい。ドコムスには負けたくない。そんな敵対心あったんだ。お、なんだこいつ、ゴブリン出てきた。どうしたどうした。強キャラの戦い方。あぶねー。ドコムスたちの勝利。ゴブリンのハム、うわ食いたくねー。僕そろそろ休みたいよ。あれは宿屋を見つけました。宿屋を見つけた。なんでサザエさん方式やね。二人の部屋を決めましょう。同室の二人は勝手に仲良くなります。仲のいい二人はお互いに助け合って戦いが有利になる。じゃあ同じ部屋泊まろうよ。角度変えるとめちゃくちゃ反り込み見えてんな。何お小遣いをあげるって。お小遣いをあげると欲しいものを買ってきます。みんなが使える回復グッズや自分で使う武器など時々間違って買っちゃうことも。その時は笑って許してくださいね。ほうきのステッキが欲しい。しょうがねえ、買ってやろう。うわ全然上がんねえじゃん。あげません。いや、あげようか。ケチっちゃいけないよね。これで装備が増えると。ドコムスは？バナナが欲しい。お金足りません。すいません。料理をあげる。料理を食べると少しずつ強くなるので、どんどん食べさせてみんなを強化しましょう。ちなみに、好きな料理は効果が大きく、嫌いな料理は効果が小さいのです。好きな料理をいっぱい食べさせたいですね。好きかどうかは、見ていかないとわかんないのかな。たもつの MP 上げた方がいいよ、多分ね。おい！ダメだったか。ちょっとじゃあ攻撃、ドコムスの攻撃上げるか。なんだよ。美味しくねえやつしかねえやん。あ、よかった。大満足。あ、お腹いっぱいもあんのね。お腹痛いかも。プライドはないの？どういう返し？なんか辛辣じゃない？どうした？転んだぞ。大丈夫？タモツはドコムスの手を取った。ありがとう。ドコムスはタモツに感謝した。ドコムスはタモツに感謝。俺はいつもタモツに感謝してるよ。いいとこ見せるぞ。わかる。早く魔法とか使えるようになりたいな。仲間増やしたい、これ。余裕だね。筋肉痛なりそう。最近筋肉痛が2日後に来ます。ドコムスです。お、ファイヤー覚えた。敵一匹に魔法の炎をぶつけてダメージを与える攻撃魔法。いいね。あ、ゴブリンのハムだ。美味しくねえんだよな、ゴブリンのハム。ふんふんふん、パワーを感じる。燃えてきたぜ。うらやましい。冷めてんな、保つ。あったぞ。ふわっ。なんだこいつ、でけえ。超ラルゴ。はい。
多物に2回攻撃させた方がいいな。お、ファイヤー超強え。やべえ、多物に2回攻撃させよう。神の力の目覚め？ MP 振りかけの力が目覚めた。ああなるほど、マックスまでいっとくか。やべえ、お、また神の力の目覚め。 HP 振りかけ、なんで全部振りかけなん。HP 振りかけ、今保つ主力だから。初めてのマイペース行動。何おい、最低だな、ドコムス。ドコムス最低かよ。タモツはもう一度行動。あれ、ファイヤー使わなかった。ありがとう。しゃあ、筋肉痛になりそう。もう明日は戦えないね。ボーナス経験値、まあ俺レベル上がりそうだから上げとくか。上がんねえのかよ。お、上顔面画の秘密。助かる宿屋。手紙が届きました。ドコムスへ、ヤンヤンちゃんのことありがとう。お礼にこれ受け取ってください。ファンより。デート券？なんだこれ。なんか仲睦まじくなってる。デート券をゲットしましたね。早速デート券をあげてデートさせましょう。俺とタモツでデートすんの。どうした？おい！ああブチギレやん。実はドコモスモじゃないのよ。なんでこのイベントでスキルレベルがアップすんの？ちょっと気になる関係になった。エッチな曲流すな。二人はアピールを覚えた。いいところを見せたくていつもより頑張る敵へのダメージアップ。様子見よう。なんか喋ってんの？タモツの好きな人って誰？言えないよ。教えてよ。教えないよ。じゃあいいや。いいんだ。なんで上がんねん。なんで上がんねん、好きレベルが。二人はアドバイスを覚えた。アドバイス、相手が狙われた時に声をかける。うまくいくと攻撃をかわせる。ほう。ちょっと、デイアードに会うとこまでやりてえな。遊ぶ。おい。おい、戦え。戦え。進撃の巨人みたいなこと言っちゃった。あ、保つにいいとこ見せたい。お、めちゃくちゃ食らうやん。オッケー。ドカムスたちの勝利。靴に石が入ってるような。辛いよな。あ、スライムゼリーみたいな雲。ゴブリンハムに見えるけど。お腹すいたな。このゲームはこういう何でもないイベントもあります、おそらく。やべ、めちゃくちゃいる。やばい。ナイスナイス、いいぞいいぞ。おい、よそ見すな。避けて、ナイス。どんどんな、どんどん愛が深まっていく。貨物のファイヤーで攻撃するのが一番いい気がする。ナイスナイスナイス、いいとこ見せたい。いいね。うえ、タモツたちのしょ、おい、タモツが主人公になっとるやんけ、いつの間にか。レベル上がった。お、結構上がるね。
敵に送る歌を覚えた。敵のために歌う技。乗ってしまった敵は一回行動できなくなる。あ、いいね。アイドルは割と補助役なんだな。やだ、見つけた。ナイス。ちょっと防具とか買いたいね。どうした？誰か来たみたい。ほっほっほ、やっと来たらしいな。誰が？うわあ！無理だ。今日もう一個無理だ。嘘だ。マジかよ。二人きりで大魔王に挑むのは厳しかろう。そこで新しい仲間を呼んでおいたのだ。やめろ！今日はもう無理だ。温かく出迎えてやってくれ。はい、今日はこの辺で終わろうかなと思います。このゲームのキャラクリ自由度高すぎてめちゃくちゃ体力消耗する。俺人生で肩凝ったって思ったことなかったんですけど、今日まで。俺今初めて肩凝ってる。ちょっと次回何作るか考えておきますわ。こっから始めます。じゃあ、いやー、ちょっとトモコレとはまた違う面白さがあっていいね。ミートピアも。てかこのクオリティでスイッチでトモコレ出てほしいな。